買い物したけどまたコスメを買いに行きたいと思います。次はシコールが見えたのでシコールに行きたいなと思ってて、結構韓国コスメだけじゃなくて海外のもっとあの韓国じゃないところのコスメもあるおしゃれな感じのコスメショップです。私も行ったことないんですけど初めて。扇風機とか売ってるよ。あ、こういうのお土産とかいいかもしれない。子供のこうなんかチマチョゴリのクマさんとかね、韓国っぽいものが売ってたりする屋台で。あ、またセムがありましたね。セムが、あ、ちょっとセムで買いたいものあるかな。入ります。アイブロウを買いたいね。アイブロウ、これだか、これ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 、これがね、めちゃくちゃいいの。これ2200円なんだけど、すごいよ。2500円。あ、これ2500円。これブラウンってどれです？どれ？ティープランですか？ブラウン、薄めのブラウン。ありがとうございます。買ったよ。すいません。今のアイブロウはね、この間新大久保で売り切れだったからちょっと買いたくて3本も買っちゃいました。この辺もずっとコスメ屋さんが並んでますね。リパブリック、なんか巻物売ってる。ここもイニスフリー。ラビオッテのシャドウもすごい綺麗で好きですね。これはプリメラ、これ初めて聞いた。かわいいお店あった。H&M の向かいにシコルがあります。隣がエチュードハウスとニースフリー、2社もうコスメ屋さんがすごい連なってる。ここですね。シコル初めて入ってみたいと思います。あ、リップマンがいる。あ、ちょっと私がね買いたかったものがあった。パクスリー大好きで、パクスリーのねハンドクリームがすごいいい香りって聞いたので、私はこれを、これかな、これとかを使ってるんだけど、抗酸化セットっていうのを使ってて、いつも乾燥にいいんですよね。これパックかな、パックハンドクリームありますか？はい、ない。あ、残念、ないんだ。そっかそっか。あ、このパミュも気になる。かわいい。スリーピングマスク、お花が入ってるの。フラワー、椿。あ、このパックがすごい有名かも。
6枚で4万2000ウォンだから結構お高いけど良さそう。これね、あ、ラゴム、ラゴム、私は洗顔を使ってます。これをこれすごいジェルの洗顔で朝洗顔にぴったりで、今回これ私はインターネット免税店で買ってるので帰りの空港で受け取っていきたいと思います。あ、トラベルキットみたいなのもあるんだ。これすごいいいかも。あ、ちっちゃいのいい。ちょっとちっちゃいの買っていきます。あ、これがセットになってるんだ。これもらいました。あんまり高いの買ってないんだけどいっぱい出てくれた、楽しみ。買いました。今サンプルをねいっぱいもらいました。あんまり高いの買ってないんだけどいっぱい出てくれた、楽しみ。はい、ヨドブラブラしてコスメをたくさん買ったので帰国したら使ってみたいと思います。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。コメントくださったら 100% 返しますので、ぜひぜひコメントたくさんください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。